デフトロルージはこのインカットできるんですよ。インカット国交じしないんですよ、あんまりしないんです。そこ掃除しといてほしいですね。そこしといてほしいよ。でこの試験員も君たちを見てるとね、2速で曲がってるんだよね。あの予選一発はそれでいいんですよ。ただ決勝になるとあまりシフトアップダウンを使わない方向のセッティングじゃないと、24線があってその直線の先に緩い、そっからブレーキングも始まって直角に曲がる、はい、340出たままふわーって入ったらスチアリックってもう一発加速するっていうね、ここ短いところでこれ難しいです。ただそこでクラッシュしてる車も多いですね。多いですね。ただね、ただ全然普通で、その先の関谷コーナー、これね逆板になってるから、うん、アウトインアウト使えない、もう使えない、割とだから反射神インメに入る、うん、で次の左もまた反射神インメにずっとこう帯状のクリッピングポイントみたいな。でなるほどね。それになんか同乗走行してるみたいな。そうなんですよね。助手席にこう乗ってもらってなんかこうレクチャー受けてる感じですね。はありえない、ありえないですね、うん、まあ、だから本当にあのグランツーリスモからコースを覚えることはできるわけだよね、うん、ただそこのコースがどこまで使えるのか。そうですね、ここは舗装はしてあるけど、はい、舗装してあるとレーシングドライバーって使いたくない。スタート、ローリングスタート、ローリングスタート始まりました。いきなり始まるね。フランス国旗ぐらい振ってほしいね。はい、1コーナーのねブレーキングが難しいんだよ。 G がかかったままの、おお、こっから下ってってアグリコーナー、ポン、え次にカット、直線的に、そう、ああ加藤岡さん、インカット失敗、はい、インカット、はい、でもう一般道、そう、ここで和田地東北道出るときに気をつける。1個目の試験員の右は緩い、200、150、そうそう、かなり過ぎですね。ここインカットしても大丈夫、200、150、いいカーボンブレーキ効くで、インカットして大丈夫、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 この外側は砂、砂利、やばい、で、登って下って斜めに入ってブレーキング、ここ、はい、そうそうそう、外側使う、次5速全開ブラインドコーナー、ここは通常のアウトインアウト、次の右6速全開、これはやや早めに反射芯入れるような感じのカントがついて、そう6速全開、次インディアナポリスに向かう難しい右のコーナー、はい、はい、ブレーキング左直角、この辺も割と若干アンジュレーションあるから気をつけて、ステアリングを押さえつけんじゃなくて車が逃げる方向で、200、100、ちょっとして、はい、ポルシェコーナー、この辺気をつけて、左、次の右はインベター気味、気味、はい、でこの左も割とカントついてるから外がやばい、いい前回、次の試験は緩い、ポン、スーッと入って、次のフォード試験はインカット、はい、